この清少納言にですね、嫌味を言ってるんですね。紫式部は紫式部日記という中で嫌味を言っております。あんなに才能ひけらかしやがってとかね、嫌味を言ってるんです。夫である信孝が結婚後たった3年ほどで死に別れて、光源氏というのはですね、一度3つ不倫をした後にですね、何度も何度も何度もこの藤壺の宮に言い寄るんですね。与川の僧図と言われております。お察しの方も多いと思いますが、原神僧図がモデルであったと言われています。女が救われる、私が救われるにはどうしたらいいのかな、この紫式部は描いたのではないかな。宇治十条っていう最後の、部分が、ね、あれなんですね、結構仏教的なんですね。そこで与川の僧図っていう、お坊様が出てきて、それが原神僧図だっていう話なんですよね。なるほどね、本編でも出てましたね。本当に貴重なご縁いただきまして、またね、本当にまたリアルでお会いすることができれば本当最高なんですけれどもね。そうですね。じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました。はい、ねえ、小林さんでございました。どうもありがとうございました。そしたら、最後にハイタッチをしてお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。ちなみにですね、この紫式部、一度結婚しております。藤原の信孝という男性と結婚しておりますが、実はこの結婚後ですね、3年で死に別れてしまいます。夫である藤原信孝は3年ほどで死んでしまいます。で、紫式部というのはですね、今も申しましたエリート官僚の娘でありましたので、当時はですね、あまり今と違いまして、女性がバリバリと才能を発揮するのは好まれない時代でありました。紫式部というのは非常に才能豊かな女性であったと言われております。小さい頃から字を読み書きし、漢詩を読み書きしたと言われております。そしてこのたくさんの才能を発揮したときにですね、父親の藤原のため時がですね、ぼそっと漏らすんです。口を吸う、男子にでもたらぬこそ幸いなかりけれという言葉をもたらします。口を吸うという残念だと言ってるんですね。男で男子にでもたらぬこそ幸いなかりけれ、男でなくて残念だ、男だったらよかったのにな、残念だということを父親のため時が言っておるわけですね。この言葉を式部は聞いております。ですからね、幼な心にどうだったんでしょう。頑張ってお父さんに褒められようと思ってね、読み書きをして、お父さんできたよと言ったら、残念だな、男だったらよかったにと言われた時に、おそらく幼な心に傷ついたかもしれませんね。そしてエリート官僚の娘であるということは、あまり才能を発揮してキャリアウーマンになるというよりは、教養のあるそれなりの女性に育って宮中に仕えて高貴な方の目に留まってというのが、当時はまあいい女性像だとされていたんでしょう。ですからあまりこう才能を発揮することが良しとされませんでした。ですから清少納言という方にですね、枕草子ってありますね、春にはけぼのという書いた清少納言、あの清少納言にですね、嫌味を言ってるんですね。紫式部は紫式部日記という中で嫌味を言っております。あんなに才能ひけらかしやがってとかね、嫌味を言ってるんです。これは嫌味を言ったのはなぜかというと、自分がそういう背景で育ったからですね。当然清少納言もそうですよ。そうですけど、余計紫式部というのはそういう才能をひけらかせなかった、そんなところからちょっと嫌味を言ったのかなと思います。あるいはこの小さい頃にそういう才能を抑えるという中で育ってきたこと、そして夫である信孝が結婚後たった3年ほどで死に別れてしまう、こんな中でですね、考え方というか価値観としてですね、世の中っていうのは思い通りにならんな、ね、特に女ってあるだけでなんでこんな辛い目浮き身に遭うんだろうという、まあ、無常感といいますか、どうにもならない思いというのを紫式部は持っていたと言われております、ね、おそらく想像に難くないと思うんです。こういう環境であれば誰でもそういう思いを持ってしまうとは当然だと思うんです。そして、この中のですね、思い通りにならないという思い、そして女であるということがなぜこんな目に遭うのか、何か前世で悪いことをしたのかな、何か前世の因縁でこんな浮き目に遭っているのかなと思うこと、こういう考え方が平安の当時の貴族たちにはたくさんございました。このことをですね、粛清という言葉で申します。粛清感という言葉がございます。これは
要するに、まあ、なんか前世の因縁でこういう目に遭ってるのかなという考え方、これ粛清観という言葉で申します。あるいはですね、今申しました無常観ですね、愛する人にたった3年で死に別れてしまうという無常観、あるいは何か前世の因縁でこうなってるのかと思う粛清観、こういった価値観とか考え方というものが大いに紫式部の背景にあって、その中からこういう物語ができて、源氏物語の中の女性たちはですね、さまざまな浮き目に遭い、そしてその中で、恋をしたり、いろいろな自分の思いをいたして歌を詠んでいく、こういう素晴らしい物語ができたのではなかろうかと思っております。苦しい苦しい辛い環境にあればあるほど芸術というのは花開くと言われております。ですからこの紫式部というのは非常に自分の辛い思い、こういうものを源氏物語の中で描いていったのではないかな、そんな風に思うことであります。で、当時はですね、当時の仏教界と申しますと、今のようにですね、いろんな宗派があるわけではありません。当然、法然上人、親鸞上人、日蓮上人とか道元禅師とか、名だたる、鎌倉仏教と言われるお坊様方たちはですね、まだ登場しておられません。では当時の仏教の一番主流は何だったのかというと、法華信仰ですね。法華経、法華信仰。もっと言いますと、奈良仏教と思いますね。なんと法華経とも申します。奈良仏教が一番の力を持っておりました。奈良のなんと法華経、そして比叡山の延暦寺、こういったところが力を持っておりました。まだこの浄土教、浄土真宗、南無阿弥陀仏の御教えというのはそれほど広まっておりませんでした。ですからこの法華経の教えというのは大変当時は強くございました。そんなところからですね、この法華信仰になぞらえてですね、たくさんの法華経ですとか、こういったものを供養する行事が催されています。源氏物語の中にもですね、法華発行という言葉が出ています。法華発行、法華経の法華ですね、法華発行という言葉が出てまいります。この八行ということですから8回あるわけですね。でこの行というのは集まり、 お行であります。でこの法華経をですね、八巻に分けまして、そして八座に分けて読経供養する、こういう催しがあったと言われています。これは法華発行というふうに言うんだそうです。でこの法華発行をですね、当時盛んに営んでいたと言われています。源氏物語の中にもこの法華発行というシーンがたくさん出てまいります。でこの登場人物のたちがですね、いろんなシーンでこの法華発行を催すんですね。でどういうところに催すかというと、例えば大事な人を亡くしたりですとか、何か辛いことがあったり、この時にこの法華発行というものを催して、その功徳ご利益をいただこうとしたのではないかと、この法華発行というものがございます。ではそんなたくさんのですね、法へ、お勤めをですね営んだのであれば、さぞかし平安貴族も熱心な仏教信者であったのかな、仏教に対して崇敬の思いがあったのかなと思いますとですね、まあそういう面もあったでしょう。仏教に対する熱い信仰もきっとあったかと思います。しかし中にはですね、それだけではなくてですね、この法華経のお経、度経、それから失礼、聖言、こういったものをしてですね、その中で後ろで虫が鳴いているわけですね。今でしたら秋の虫が鳴きますね、スズムシですとかいろんな虫が鳴きます。夏にはセミが鳴きます。こういった虫の音と、それから法華経の度経の音、そして炊く時のお香の香り、そして草花の匂い、こういったものがですね、醸し出す美しさの方を実は楽しんだ方が強かったんではないかなと思われるんですね。現にこの源氏物語の中にはですね、この難しいこの教義的なことというより、この美しさを表現する文章しか出てこないんですね。ほとんどそういう文章が多くあります。例えばこんな表現があります。めでたく極楽思いやられる夜の様なり、虫の音糸茂う乱れる夕べかな、という言葉が出てまいります。まさに極楽が思われるような夜であったなという言葉、あるいは大変虫の音が乱れ飛ぶ夕べであったなという言葉、こういう表現がたくさん出てまいります。ですからこの教義、教学的なことをいただいてですね、ありがたいなというよりも、この醸し出す様子がですね、美しいな、極楽のようだなと、こうふわっとしていくような、こういう表現がですね、たくさん出てまいります。ですからこの教義的なことよりも美しさの表現の方を重視していたんではないかなと思います。で、その中でもですね、
この源氏物語の中で面白い言葉がございます。面白い表現があります。若菜という、巻の物語の中でですね、女三宮といいまして、天皇の娘でありまして源氏に嫁いだ女性がいます。女三宮という女性がですね、このホッケ発酵を催すシーンがあるんです。でこのホッケ発酵を催すときにですね、こういう言葉が出てくるんですね。阿弥陀の大樹、意図尊くほのぼの聞こうという言葉が出てまいります。阿弥陀の大樹、意図尊くほのぼの聞こうという阿弥陀の大樹という言葉が出てくるんですね。でこれ私見たときにえって思ったんです。大樹、大いに呪うという字が書いてあるんです。阿弥陀ということで呪うというのはどういうことなんだろうなと思っておりましたら、私が全然分かっております。樹というのは必ずしも呪いということだけではないんですね。まあ呪術といったり呪力といったりするように、この、まあ、法力といいますか眼力といいますか、お坊様とかね仏教のこの力によっていろんな願いを、まあ、叶えていくようなこと、これ全般をおそらく呪という言葉で表現するんだと思うんです。ですからこの阿弥陀様の名前、阿弥陀というものを唱えることによって、何か力を得ようということを阿弥陀の大樹という言葉で表現するのかなと思って、原点を渡っておりましたら、一つお経の中で出てくるものがございました。ちょっと難しいお経の名前が出てまいりました。難しいお経の名前ですから、これも皆さんも覚えなくて結構でございます。書いていただいても結構ですが、難しいお経です。無量寿如来勧行供養儀器というお経が出てまいります。俗にね無量寿儀器というふうにも申します。この中にですね、こういう阿弥陀の大樹というのはこういう意味だと書いてあるんですね。一遍でも受せばあらゆる悪業が消滅するという表現がなされているんです。一遍でも受せばあらゆる悪業が消滅し、一万遍受せば菩提心が満月のごとく現れ、命終えるその時には諸菩薩が来合して極楽の常盆上昇に往生させるというふうに書かれております。つまりこの阿弥陀の大樹というこのどういうものかちょっとはっきり分からなかったんですけど、今言ったのは南蛮陀仏ではなかったと思うんです。この阿弥陀様の姿を捉えるですね、まあ真言をですね唱えると、たった一回唱えただけで自分の中の悪や罪が一辺ぽんに消滅してしまいますよと。一万遍読めばもう心の中にお悟りを求める心が満月のごとくふわーっと浮き上がってきて、そして極楽のお浄土の常盆上昇、一番最高位のところに生まれることができますよと、こういう表現があるわけですね。これはこの無量寿儀器という言葉の中に出てまいります。これはですね、まあ私読んでて思ったんですけどね、ある意味都合のいいことだなと思うんです。たった一回で自分の中の罪が消えるわけです。こんな都合のいいことないですね、なかなか。でもう一個ね、一万遍読めば菩提心が満月のごとく現れと書いてあるんです。満月のごとく現れたら、ね、それはおかしいですよ、インチキですよ。満月のごとく現れるわけよね。でもこれは現代の我々の考えであって、当時はこのように考えられていたのではないかなと、そういうふうに思います。ですからですね、これだけ、すごい力のある真言というかお経をですね、文言を使おうということはですね、この源氏物語の登場人物たちの心の中にはそれだけ罪の意識、心の闇というものがございます。どうしたらこのどうにもならないもやもやぐちゃぐちゃとした思いというものを救ってくださることができるのか、それには仏様の力を頼るしかない、そういうことでこの阿弥陀の大樹という表現が出てまいります。現にですね、この今登場してきました女三宮という女性はですね、先ほど申しましたが3つ要するに不倫をしますね。不倫をして男の子を産んでしまいます。この男の子は薫という名前で、そして後に物語の主役となっていきますけれども、すごく深い罪の意識があったんですね。で罪の意識があって、そしてこの不倫が発覚した後にですね、源氏がこの手紙を見つけるんです。この相手の柏木という男がですね残したこの手紙をですね、この源氏が見つけるんです。見つけてね、その手紙をポーンと置き去って、そしてこの男である柏木にですねじっとにらみつける。そしてそのにらみつけで恐れをのぞいて、この柏木という男は自滅の死をしてしまうんですね。まあ、自殺というよりはなんかよくわからない死に方をした、怪死ですね、よくわからない死に方をしたというふうに言われております。そしてこの女三宮にですね、いろんな嫌味をチクチク言うんです、この源氏が。そしてチクチク言って琴の指導をしたりするんですが、琴の指導をするときにもですね、
琴を弾かせるでしょ。で、琴をこう弾いて、ああ、私が教えるとそんなに教え方はしないんだけどなっていう嫌味を言ったりするんだそうです。誰かに習ったのかなっていうこう嫌味を言って、チク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 嫌味を言うんだそうですね。で、このいろんなことを通して、この女性、女三宮は心の中に、ああ、どうしよう、苦しい、辛いなっていう思いがあった。その中で、この法華発光というシーンを催してですね、自分の心の中の罪を晴らそう、そういった背景がありました。ですから、この深く暗い罪の意識と対照的にですね、この法華発光で燃やされる虫の音、法華経の読経の声、そして、お香の香り、こういったものがですね、非常に対照的なんです。美しい極楽を思うような様と、心の中、腹の中ではドロ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 とした思い。源氏は源氏で、自分自身も昔不倫3つをして子供を作ってしまってるわけですね。ああ、私も昔こんなことをしたけれども、私もこんな浮き目に遭うのか。あるいは今の登場します女さんの宮も、ああ子供を今度産んでしまった。あるいは男の柏木も、ああ源氏に睨まれてしまった、光源氏様に睨まれてしまった、どうしようという心の中のドロ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 した思いと、そしてこの美しい極楽を思いさらせる法華発光心、これがですね非常に対照的なんです。この対照的に描かれているのをですね、頭の中に入れて読んでいくと、また違う読み方というのがこの源氏物語にはできてまいるわけですね。その辺に面白さというのがございます。そしてもう一つですね、この女三宮が出家するときにですね、法華経の経本を持っていくんですね。法華経の経本をこう積んでですね、これが あなたの読経本ですよということで積んでいくんですが、実はその法華経の読経本のですね、中身は光源氏が書いたんです。光源氏が自分で書いて、そしてこの世からね、女性としてはこの世から別れてしまう彼女の女三宮のために、せめて私の書いた法華経をこの世の血縁として持っていってくださいよということで、源氏自らが書いたお経を持たせているわけです。これはね、読み方によっては尊くありがたい感じだなと思うんですが、読み方によってはですね、なんかいやらしい気もしますね。男が自分で書いたお経を持っていかせるわけですよ。それで供養してくださいという、これはね、いろんな深層心理がそこに書かれているものです。もしかしたら源氏自身の自分の罪を自分で書いたことによって、あなた晴らしてくださいねっていう思いを持ってるのかもしれない。ね、私たちの思い、私の罪の子供の思いを晴らしてくださいっていう思いが込められているかもしれません。いや、これは私の個人的な読み方ですよ、個人的な読み方ですけども、そこまで読んでいくとですね、この源氏物語というのは実は美しく雅な物語であると思いきや、ドロドロドロとした人間模様の物語なわけですね。こういう読み方をたくさんしてまいりますと、源氏物語というのはまたたくさんの違った読み方ができて、非常に面白いんではないかなと思います。そしてですね、女たちの出家という言葉がございます。源氏物語ではたくさんの女性たちが出家いたします。今申しました女三宮、ちなみに三宮と申しますのは3番目だから三宮なんだそうですね。1番目でしたら一宮、二宮、三宮というふうに言うんだそうです。女三宮がこれ出家してしまいます。罪を犯してこの出家してしまうわけです。そしてその他にもですね、いろんな女性が出てまいります。例えば実母の宮、源氏のお父さんであります、キリスボ邸に御妻さんで入った実母の宮、あるいは六条の宮寸所、うつせみ、朝顔、おぼろ月夜、そして浮舟と、たくさんの女性が出家いたします。しかしこの女性たちの出家することのですね、背景がどういう背景かと申しますとですね、ほとんどが何かこう罪を犯したりとかですね、何かから逃れるための出家というのが非常に多いんですね。例えばこの源氏の義理の母であります藤坪の宮というのがあります。今お配りしたレジュメにですね、人物相関図というのがありまして、1、2、3と振っております。まあ、1番目に確か出てたかなと思います。源氏と藤坪の宮という名前が出ております。この藤坪の宮にですね、まあ、思いを捨てて、この光源氏と藤坪の宮が3つをするわけですが、この藤坪の宮が産んだ子供が後に帝になります。天皇になって霊勢帝という天皇になります。でこの天皇になるときにですね、当然3つの結果生まれた子供だと分かれば当然追われるわけです、ね、性的政治の敵たくさんの人がいます、ね、3つで生まれた子供を帝につかせないととんでもないっていうことで失脚させられる可能性が非常にある。
ではどうして失脚させられるのかというと、3つがバレてはいけないわけです。でこの光源氏というのはですね、一度3つ不倫をした後にですね、何度も何度も何度もこの藤壺の宮に言い寄るんですね。歌を読んで思いが募る、思いが募るとずっと言うわけです。でこの言い寄る光源氏をですね、断ち切るにはどうしたらいいのか、そこで考えられたのはこの出家であったわけです。当時出家した女性というのはですね、仏道に帰依した者に手を出すことは決してあってはならないことでありました。これは男性であっても同じです。ですから時代劇とか大河ドラマでもそうですね、大名のですね、戦争で敗れた大名の子供が坊さんにさせられますね、出家させられるなら、出家すると、手を出してはいけないというところから、仏道に帰依した者は近寄りついてはならない、手を出してはならない。そんなところからこの藤壺の宮もですね、私が出家してしまえば源氏は私に言い寄ることはできない、でこれ以上三つが露見するようなことはないだろう、三つが露見しなければ私たちの子供も無事帝の位につくことができるだろうと考えての出家であったと言われております。そういう意味ではですね、この藤壺の宮一人を取ったって出家の動機がね、仏道修行ではないんです。仏法に帰依したために出家するわけではないです。自分たちの3つが露見しないため、そしてこの子供である霊靖帝が帝につくための手段であったわけですね。でこれは一つの、藤壺の宮という例えでありますが、この源氏物語に登場する女性たちは出家するというのは多くがこういう動機でした。いろんな何かのことから逃れるための手段であったと言われております。ですから熱心な仏法の修行のためではない、何か仏様に心を惹かれたわけでもない、逃れるための手段であった、一つの道具というと言い過ぎですが、そのような意味合いも兼ねてあったと言われております。そういう意味で言うと、この源氏物語に登場する女性たちの出家というのはですね、はなはだこの世的というか、合理的といいますか、そういう意味合いがねすごく多いんですね。で最後の宇治物語、宇治十条に浮船という女性が出てまいります。人物相関図の3番の最後の方に、浮船が浮くという字があります。浮船という女性が出てまいります。この浮船がですね、薫と仁王宮という2人の男性の狭間で揺れる、まさに船がゆら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 と揺れて儚くどこに行くかわからない、そんな人生、そこから浮船という名前が付けられたと言われております。この浮船がですね、出家するんです。受水自殺を図って結局助かって、そのうちに出家をするんですが、出家をするときにですね、先ほど見ていただいた中にですね、スライドにこういうのがあるんですが、舞台は宇治へという、この画面をご覧いただくとですね、こういう絵巻が、源氏物語絵巻があるんです。これはですね、ここに黒い衣を着ているお坊様が与川の僧図と言われております。お察しの方も多いと思いますが、源信僧図がモデルであったと言われています。浄土真宗の七光僧に出てまいります。源信僧図がモデルであったと言われています。この源信僧図とお月の召使いのですね、が受水自殺を図って流れ着いた浮船を見つけるシーンが出てまいります。でこの女性を見つけてですね、なんということだというして助けまして、そして、助けていくうちに出家したいという思いを聞いて、そしてこの与川の僧侶が師匠となって、出家をさせて尼さんにしてしまうわけですね。ただこの、浮船自身もですね、出家して、なお仏道修行に励むんですが、後にこの薫男性にまた言い寄られます、ね、仏道に帰依した者に近寄ってはならないと言いながら、この薫という登場人物はまた近寄っていくわけですね。で近寄っていく時にですね、与川の僧侶、出家の師匠であった与川の僧侶がですね、この浮船の相手が薫大将だということを聞いて恐れをおののくんです。素晴らしい薫様 のお相手でありましたかと、私は何ということをしてしまったんだ、薫様のお相手であるあなたを出家させてしまった、とんでもないことをした、薫様は素晴らしいお方です、あなた今出家をしてしまいましたが、どうぞお戻りくださいということを言うんですね。元の恩地に過ちたまわで、哀愁の罪をはるかし聞こえたまいてという言葉を申します。これはどういう意味かと申しますと、あんな素晴らしい方との仲を誓われたわけでしょ、
ですからお戻りになられて、あの方の哀愁の罪を晴らして差し上げなさいということを言われるわけです。分かりやすく言いますと、減俗を進めているわけですね。お坊さんになることを出家と言います。その出家から戻ることを俗に帰るということで減俗と申します。この減俗を進めているんですね。師匠が出家させておきながら減俗を進めているわけです。ね、あなた戻って罪を晴らして差し上げなさいよ、ね、哀愁の罪を晴れかし聞こえたまえて、罪を晴らして差し上げなさいよ。一日の出家の功徳は計りなきものなれば、たった一日でも出家をして仏道を修行したのであれば、その功徳、そのご利益というのは素晴らしいんだから、ぜひあなたは立ち戻ってその哀愁の罪を晴らして差し上げなさいよっていうことを、この余暇の僧侶が言われるわけなんですね。で、この減俗を進めるシーンがですね、実はあまり肯定的に評価されない方がいらっしゃったんです。ね、このカオルという当時の素晴らしい貴族でからですね、なんで出家させたんだと責め寄られて、慌てふためいて出家から戻させた、ね、余暇の僧侶が頼りないという評価をした方が、文学者の方がいらっしゃいました。ね、哀愁の罪を晴らしてあげなさいというふうに言われました。しかしですね、これは実はこのどうして減俗を進めたのかと申しますと、これは私個人の考え方ですので、そういうことがどこに書いてあるわけではありません。しかし私この言葉をですね、今一度読み直してですね、私自身がふっと思ったことがあるんです。これ幻想エコーのことを一つね、書いているとも読めないのかなと。たった一日でも仏法に帰依したもの、たった一日でも御仏の力をいただいたものは、そのご利益、お力をいただいて、また帰ってきて迷える人を救う存在になる。この幻想エコー、この世に帰ってきて、またこの救う存在になる、この幻想エコーのことを、この余暇の僧侶言われてるのかなと、私、これ、個人的ですが、思ったんです。そういうふうに思うとですね、必ずしも出家させたことが誤りだったから、戻りなさいよって言ってる平たいものではなくて、実はこの余暇の僧侶がもし、七高僧の原神僧侶がモデルなのであれば、幻想エコーのことを一つ申して、あなたはもう菩薩と同じ、仏と同じお力、ご利益、ご功徳をいただいておるのだから、迷える存在を救う、これが本当の仏法、仏道ですよと、そのふうに暗黙に私余暇の僧侶は説いておるのかな、そんなことをね、ちょっと思った次第あります。もちろんこの源氏物語の中にね、幻想エコなんて言葉は出てきません。で、当時にはそういう思想があったかどうか、定かではありません。私個人の読み方であります。しかしこの物語というのはですね、一回読んだ物語であっても、また違う年齢の時に読んだりとか、違う道に進んだ後にまた戻ってきて物語を紐解くとですね、違う読み方ができたりしたりするんですね。で、違う読み方をした時に、もしかしたらこれはこういう意味だったんじゃないかな、ね、昔は単純にだらしない男だと思ったけど、あ、この登場人物はこういう意味があったのかな、あ、もしかしたら時代的にはこういう仏教背景があったから、もしかしたらこういう意味があったんじゃないのかな、こう想像する、これが私ね、文学の一番の楽しみだと思います。10人いれば10人の読み方があります。100人いれば100人の読み方がございます。この文字に書かれていることは一つの事実であります。不倫をして出家をしたというのは一つの事実であります。しかし事実と真実というものは異なります。事実は一つです。しかし真実と申すのは、聞く人によって10人いれば10人ながら、100人は100人ながら、それぞれに変わっていく、これが物語を読む上での一つの真実なのではないかな、そこが物語の面白さなのではないかなと思うことであります。この紫式部ですね、最初の話に少し戻りますけれども、才能があっても女であるというだけで残念だと口惜しゅうと言われてしまう人生、そして早くに夫に死に別れてしまうという無情、そして力のある男に言い寄られると拒めない環境、現にですね、この3点目に関しては紫式部自身もですね、藤原道長の妾であったという説があります。藤原道長が妾であって、それを源氏物語の中にも書いたという説があります。これは定かではありませんが、こういうですね、背景、こういった紫式部自身のですね、無常感、あるいはこの粛清感、この世は思い通りにならないなという思いをこの物語の中に書くことによって、特に女性、女の救い、女たちの出家を描くことで、女の救いというものがどういうものだったのか、もっと掘り下げてみますと、女が救われる、私が救われるにはどうしたらいいのかな、私の救いというものをこの源氏物語の中に
この紫式部は描いたのではないかな、そんなことをこの源氏物語と仏教というテーマで読む中で私が思わさせていただいたことであります。他にもですね、女たちの女性たちの出家だけでこれだけのボリュームがありまして、男性の出家を話しますとまたまたお時間があります。それから中にはですね、法華経に出てきます流入成仏のお話というのもですね、この源氏物語にちょっと出てくるんですが、このお話はですね、またご縁があれば次回ということでお話をさせていただきたいと思います。ちょうどお時間となりましたので、本日の源氏物語と仏教というテーマでお話をさせていきました。朝早くから皆様におかれましたご参加いただいた賜りまして誠にありがたいことでありました。これにてお話をさせていただきます。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。